はい、それでは今回またガンダムデュエルカンパニー第2弾を10パック買ってきたので開封していきます。これが前回当たった R6 のユニコーンと R5 の百式ですね。また R6 が出るといいな。あと今日はあれですね、戦力を補強するために第1弾の方も5パック買ってきましたんで、まずこちらをサクッと開けていきます。第1弾まだ R6 出てないかな、まあ、5パックだとなかなか出そうもないけど、まあなんか光物が出ればいいかなと、思ってます。お、来た呼吸シャーですね。はい、 R4 シャーはこれ乗せらん、まあ関係ないか、専用機は、うん、まあいいか。シャー、よし、あともう1枚ぐらい流れてみるかな。そう、パイロットカードあんま出てないんだよね。嬉しいですね、こういう優秀なパイロットが出るのは。ソーマピース、何気に初席じゃねえかこれ。お、またダブったいやー、ガンダムいいぜ。2枚目ですね、うん、まあいいか、一応3枚目は。クシャトリアもダブったんだよな、R5 で。はい、5バック目です。またダブったよ、俺ブリッツガンダム。いやー、うん、まあ、うん、どうしようかな。まあいいか。はい、じゃあ第2弾も上げていきます。そういえば今日はこれ秋葉原で買ってきたんですけど、先週買った時は1パック250円で、まあそれも安いんですよね。何しろ通常価格が300円なんで、今日なんか知んないけど行ったら185円で超安かったですね。なんだろう、あんま思ったら売れなかったかな。ちなみに第1弾は250円のまんまだったんですけど、185円は安い。だから多分アーパーはクーツとか買ってるやつだ、うん、とにかくこの前出た、あ、名前忘れちゃった、ガーベアテトラが欲しいですね。アームルロ、はい、ガーベラテトラが狙いですね、個人的な。あとゼータのキャラがエマシンとか、そこら辺が欲しいです。お、なかなか R4 差出ないというなかなか厳しい状況ですね。まあ先週のが良すぎたな、確かに。もうマジか、あと4パック、いや厳しいな俺。買ってくんねえかな。いやマジか、3パックです、残り。うん、安かったから出ねえのかな関係ねえか。あ、おお、来た、やった、バナージンクス。はい、 R4、 はいはいはい、 OKOK。 そうですね、ユニコーンが出た、先週ユニコーン出たんでね、
これで、うん、選挙合わせられる。これは嬉しい。よしよし。けど、所詮 R4。R5 一丁が欲しい。アポリ。ギアス。デルタプラス。厳しいな。ラストいきます。ダーン。はい。いや、ひでな。今回は、こんな散々な内容でしたよ。いや。まあ。これが出たからよしとしよう。あと、シャーね。まあ、来週リベンジです。また10パック買ってきます。はい。今回はここまでです。どうも。